東京電力は今日から福島第一原発一号機の。原子炉圧力容器を支える土台の中に。ロボットを投入して内部の状況を調べています。福島第一原発の一号機では。去年2月から。燃料デブリの取り出しに向けて。原子炉の格納容器内に水中ロボットを投入して。内部の状況を確認する調査が行われています。昨日は。 ペデスタルと呼ばれる原子炉圧力容器を支える土台の入り口で調査を行い、その際に撮影された画像が公開されました。画像からは堆積物などが確認できるほか、本来コンクリートで覆われているはずの場所の鉄筋などがむき出しとなっています。そして、今日はペデスタルの中にロボットを投入する最後の調査が行われています。この場所は原子炉の真下にあるため。 燃料デブリが多く存在しているとみられ、ロボットが入るのは初めてです。東京電力によりますと調査は順調に進んでいて、ペデスタルの中の映像の撮影にも成功したということです。今後は映像を解析し、デブリ取り出しの工法の検討や土台の健全性の分析などを進めていきます。